今回はこちら、フィギュアの塗装に挑戦してみたいと思います。プライズ景品ですね、ルフィギアフォーススネークマンです。とりあえず一度組んでみたいと思います。パーツは少ないんですが、かっこいいですね。こちらを熱湯で煮て、できる限りパーツをばらして塗装に入りたいと思います。ばらしと洗浄を終えましたが、結局外せたのは左腕と背中の帽子だけでした。これ以上無理はできないので、このまま塗装したいと思います。塗装前にプライマーを吹き付けていきます。続いてはサフ吹きですね、ガイアのエボブラック、こちらをボディ全体に吹いてます。雲の部分にはガイアのエボホワイト、こちらを吹き付けてます。準備ができたので、ここから塗っていきたいと思います。まずはアバドンブラックです。ヘアブラシで拭いた白、こちらのはみ出たところにアバドンブラックを塗っていきます。造形がリアルで迫力があるので、赤系からスタートしたいと思います。影や彫りの深い部分、こちらを赤っぽくして、だんだんと肌色にしていくイメージですね。光の当たり方を意識して、キャラクターの左斜め上ですか、こちらの方から光が当たっているようなイメージで塗ってます。なので、右下の方に行くほど色はかすれていく感じですね。Thank you.
腕も光の当たる方向を意識しながら塗りたいんですが、まあなかなか難しいです。この辺りからだんだんと肌色っぽく塗っていきます。ここからは手足ですね、覇気で黒くなってる部分、こちらを塗っていきます。いつもだと暗い色から明るい色に塗っていくんですけれども、今回は逆ですね。明るい色からだんだん暗い色に塗っていってます。アバドンブラックとメフィストンレッド、こちらを混ぜて塗っていくんですが、だんだんと黒を足していく感じですね。Thank you.
ここからアバドンブラック一色で色を入れていきます。腕のファイヤーパターンは細筆で入れてます。レイヤーのエビルサンズスカーレット、こちらをですね、手足の溝の一番深いところに入れていきます。アクセントとしてですね。左足が入れる前、右足が入れた後になりますね。腕も同じように塗っていきますが、溝とあと血管ですね、血管の縁の部分、こちらに色を入れていきます。手足にはツヤを入れていきます。テクニカルのハードコートですね、こちらを塗ってます。こんな感じになりました。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。